はい、今回はデートナ24時間にシーガルスポーツというチームから参戦することが決まりました。たまたま僕去年おととしのフェラーリチャレンジというレースの、レースのドライバーのコーチをしてたんですけれども、その癖でフェラーリでデートナ24時間に参戦をしようという話があったので、そういうつながりで、今回このシーガルスポーツからのエントリーが決まりました。このシーガルスポーツに関してなんですけれども、もともとデートナプロトタイプのカテゴリーでこのグランダムシリーズに何年も参戦していまして、今回はフェラーリ430チャレンジの車なので GT カテゴリーなんですけれども、今回その走るこのレースに走るに至っていろいろチャンプカーからのメカ、あとインディカシリーズのパドックからも何人かのメカニックを連れてきているので、スポーツカーの経験はいっぱいあるわけではないんですけれども、ただその仕事の仕方という部分ではものすごくしっかりしている人たちが揃っているので、そういう部分ではいいマシンを作ってくれると思います。このデートナ24時間レースに関してなんですけれども、そのグランダムシリーズというシリーズの、開幕戦にあたるレースです。開幕戦なんですけれども、一番ビッグな、シリーズとしてはビッグなイベントであって、いろいろなナスカーのレース、ナスカーのドライバーであったりインディカーシリーズのドライバーがみんなここへ来て24時間戦うレースなんですけれども、冠スポンサーにはローレックスがついてまして、ここで優勝するとロレックスのデートナーの、優勝者がもらえるもの、ちゃんと自分の名前を彫ってくれる人間ももらえるという、ものすごい伝統的なアメリカの本当に三大レースとも言われる一つのレースです。デートナーインターナショナルスピードウェイで行われるレースなんですけれども、コースに関してはそのデートナーのスピードウェイの、バンクコーナーのバンクとあとその中のインフィールドを使った、コースなんですけれども、もちろんバンキング のバンクのところに関してはものすごいハイスピードですし、中は結構ヘアピンが何個か続いたりとかして、あとバスストップ試験という結構有名な試験なんですけれども、がありまして、その試験も結構高速というかハイスピードな試験でとても難しいんですけれども、そういったコースです。比較的夜でも24時間レースなんで夜の間走るんですけれども、オーバルコースの中なんで照明がある分そこまで暗くはならないんですけれども、その分その結構忙しいというかルマンであったりとか他のコースと違ってすごい長いストレートをまっすぐただ走ってるっていうストレートがあまりないので、意外とそのインフィールドを入ったりとか、バンキングのところでも車が入りたいのに来たりとかいろいろあるので、結構忙しいコースだと思います。